お前がナンバーワンだなんてね。俺の戦闘力は53万だからな。セバスチャンはドラゴンボールを知っていたようですね。はい、サイコブレイク2続きやっていきたいと思います。あの射撃場でね、ああやって高得点を出すと特殊なセリフを喋ってくれるようですね。で、今回はこの劇場、目がありますね。撃った方がいい。劇場に突撃して、あの変態芸術家やつを問い詰めねばならん。あ、ここじゃなかったこっちか、入り口は。さ、目的はここらしいが、目を隠しの絵、入るのはこちら。こんにちは、リリーを返しなさい。そしたら帰るから。絵を燃やしたことについては謝らないけどね。さあ、やつはここにいるはずだ。うん、いるんか。チャプター8、流れるようにチャプター変更。僕の作品を壊すつもり？来たな。僕が君に屈するとでも？もう2枚壊しましたよ。同じだね。僕を違うものに作り変えられると思っている。そうとも。彼らがここに作り出したもの、それは素晴らしい。ステムのことか。だが彼らは無駄にした。彼らには創作力の欠片もなく、芸術家でもないからだ。彼らは僕を支配して操ろうとし、君は僕を止めようとしている。だが君はしくじった。コアの力がある限り、僕は永遠に芸術を生み出せるのだから。コアの力、リリーの力を利用していろいろな芸術を生み出し続けようとしている。あの時をね、切り取る力もその力の一端か。周りのやつら動かない、大丈夫？てか今動いてなかった。絶対動いてたよ。動いてるね。かぶせられている、まるで囚人のように。頭かぶせられ、一体何のつもりだ。腕を縛られ、お、なんかうめいている人がいるぞ。一人だけ取る、取っちゃう。なんて言ってる？噛みつかれない？今のは聞き取れたのか。お、出たな、変態芸術家。楽しい鬼ごっこだったよ。だが最高のエンターテインメントにも終わりは来る。そろそろ。あの子は、どこだ？作品にされちゃうか。ここまでよく頑張ったな。忍耐という名の芸術があるなら、君は巨匠だ。忍耐の巨匠に認定された。ミケランジェロほどじゃないが、ファンゴ補給では。くだらん美術の授業はいらん。うん、ミケランジェロのゴッホも素人には違いは分からん。コアは無事だ。僕といる。彼の命令でさらってきた。彼だが、彼女の力の強さを知ってしまったら、みすみす手放せるわけがない。ああ、じゃあ裏切ったのか。その僕がやっていることは個人的な利益より重要だ。彼には決して理解できないだろう。彼？誰だ？気にしなくていい。もうすぐ彼はいなくなるんだ。とはいえ、僕の創作は続く。お、手を握っただけで。あ、まさか頭が。皆さん、そんな、みんな頭が。ピカソに青の時代があったように、僕は真紅の時代に入ったんだ。真紅の時代、赤く染め上げた。おい、よせよせ、やめって。ああ、あ、目が。僕の最新作を。まさか一気に。ああ、これなんかキングスマンって映画で見たことありますオマージュかな、オマージュっぽいなみんな一斉に頭吹き飛ぶシーン。しかもこれを保存している。一瞬ではなく快楽を、これにエクスタシーを感じている。なんてやつだ。あー、止まっちまったよこのまま。でも爆風は来なかったか、時を止めたおかげで。なんてことをしやがる。美しい血と肉のブーケだ。イカれた野郎め、イカれた野郎め。
これ以上の作品が作れるだろうか。だが僕にはできる。彼女の恐怖心がいい刺激になる。これ以上やろうというのか。何をするつもりだ。純血の冒涜は創作のひらめきに欠かせない。クソ、当然ないな、残念し、あいつなぜ当たらん。彼女は君に渡さない。走るしかないのか。君は彼女の力で何もできない。物分かりの悪い原始人に彼女は使いこなせない。やかましい、使うとか使わないとか、愛さえあれば何でもいいんだよ。あー崩れる愛だよ愛。あーやめて、足か、あの目ん玉野郎。クソ、これは首を洗って待ってろ、クソ野郎。浮いている岩を渡っていく。セバスチャン、ついにそういうことやる。あーやるやるやんち。降りる、危ないぞ。いやーそっちなの。重力、重力方向がまだおかしくなっている。なんだあいつか。クソデカカメラマンかですね。クソデカカメラマンが邪魔をしている。まずい。あの青い光に当たってはいけなそう。この光に当たってはいけないとして、こっちまで来る、まあ、とりあえず影があるから、影がどこにあるか見切った上で行った方がいいのか。ここでしょ、で次そこでしょ。そこも行けるな。まだ行ける、まだ行ける、まだ行ける、まだまだ、ちょストップ。まだいけそう、まだ、いや微妙か。来てるな。でもこれ一旦戻ったとして、光がブルーライトが過ぎ去り、次どこに隠れるべき。は、降りる。待って、弾があるよ。なぜ弾がなんか撃ったらいいか。まずいまずいまずい、危ねえ。そこか、次隠れられそうな、そこ、そこそこそこだな。うん、いけるか。いや、ちょっと危ないぞ、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 しゃが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 しゃ。取られる取られたが最後。大丈夫か。いや、ちょっとここで固まっている。大丈夫、いけ、セバスチャンダッシュ。いや、これもいけるか、最後まで。なんでや、危ない。いや、見つかってる、見つかっている、見つかっている。大丈夫、次の場所が分からん。しかもまたいつ重力が、重力の位置が変わるか分からない。いやー降ります。あーそっちね今度は慣れた、一発で慣れた男。あーまずい。あ、これはヒューズがなぜか落ちている。なんかやっぱり電子機器だから電気が効くのかな。あそこ行ける。ライトの動きだけちょっと見ておいて、がついてった方がいいかな。次この目ん玉も 見られたらダメとかない。さあ顔をちょっと拭って、さあついていけ。これについていき、下降りて一旦ここですね。そこジャンプできるか。あ、そっちか。こっちはなかなか大変では。そんなに間がない。ダッシュ。あーしゃがんで、しゃがんで、まずい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 。殺される、殺される、殺されない。大丈夫大丈夫だね。カメラマン君真上にいる、もしかして。真上はまずいよ。いった、逃げろー。よーいしょー、はっ、一旦休憩か。いや、まだ走れそう、走れる。こうやってくるか、ついにカメラマン。カメラマンさん、あー大丈夫、まだ大丈夫、走るしかない。よし、ようやく着いたぜ。しかしこれだけの時間を稼がれてはさすがにもう遠く行った。一体どこに行きやがった。ああカーテン、カーテンだけがナビクエア。やつの検出センサーわからんぜ。どこよ、ここは鏡の部屋が、レッドジェルも、レッドジェル、鏡、少し体勢を整えるということか。ちょっと整えちゃうと思ったけど、そんなにやることはなかったので先へ行きましょう。これはフルで取れなかった回復剤、回復剤がたくさんあるのはいいことだけど、果たしてこの先の変態に対応できるか。これは下っていけばいい感じ。おっと、さあ早く、何か、ん、君を待っている、語られている。
次の作品は素晴らしいものになる。君って私のことでよろしい。完全なる力の吸収。吸収。彼女の意志の支配。まさに芸術そのものになるだろう。だが観客のいない芸術には意味がない。なるほど。作品を完成させるには君が必要だ。思い通りに行くと思うなよ。いてもらわないといけないと。まあ確かにね、観測する者がいなければ完成しないのは人間のそういうところある。いや、これも回復剤かい。回復系結構あるが、あとでこれ取れるといいな。だが私が見るのはリリーだけ。貴様の芸術作品などに興味はない。粉砕してやりますよ。さあ来い。君に何ができるか見せてくれ。何が？リリーを取り戻す、それだけよ。あとは貴様をぶっ飛ばす、そういう感じです。お、いるね。もう逃げるな。遊びは終わりだ。そのカメラも手放しな。お、賛成。君にはそろそろ飽きてきた。やる気か？あ、やる気だ。なんか音楽も流れてた。芸術になる。ナイフ好きなのね。え、これは。そろそろサインを入れるとしよう。どこだ？おい、出てきた。これ聞くんか？聞くのか？聞いてる。ちょっと危ねえ危ねえ。普通にあんた真正面から舐めすぎでは。真正面からそんな突っ込んできて私に勝てるとでも思ってんのか？でも一発で消えちゃうな。君は今の一撃をきっと後悔する。そうなの？すごく満足してますけどね、僕は今あの一撃。僕からは逃れられない。そう、背後を取られるな。めちゃくちゃ背後を取られてる気がする。が、あやつは銃口を。早く僕に追いついて。追いつけ。あ、クソ、逃げられてる。結構厄介な。なんか爆弾。あ、まずい。取られた、まずい。うわ、遅くなる。遅くなってしまう。だが、そんな貴様の方が遅い。あ、でも弾が、弾が止まってる。あの空間の中は弾もダメなのか。あ、なに。おー、危ない。だがナイフ戦なら、ナイフ戦ならこちらも望むところだが、僕からは逃れられない。それはどうかな。それはこっちのセリフですね。はい、ナイフ投げた。はい、えい。お、弱弱いか。ただの人間がショットガン数発で膝をつくようではこの世界ではやっていけませんよ。死ぬ覚悟。あー、ごめんなさい。真の力だこれ。やばい、真の力だった。あー、あのこの光に当たってはいけなそう。やっぱりそうだよね。そのこれがあって、いや、本体はどこ行った。うっ、くそ。いや、僕がじきじきに殺してやる。じき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 アタック。逃げられた。危ないぜ。2回攻撃か。だがしかし、動くな、この死に損ないが。やかましい。走ったところで意味はない。そうかな。はい、足元を。あ、しまった。あー、フラッシュが、フラッシュが痛い。野蛮人命、野蛮人命。どちらが、さっき人の頭をあれで吹き飛ばしておいて、野蛮モスもあるのか。これ何？あ、これ、それ危なそう。あー、ない。ちょっと痛い、痛い、やめてください。そんな連続で刺すな。おい、変態やめろ。ちょっと今、多分ね、あの、なんか爆発させるた、めっちゃ出血しちゃった、ごめんなさい。ちょっと待て、出血はまずい。メディカルケース。ずっと隠れてるつもりか。そんなことはない。くそ、僕のために血を流せ。嫌です、嫌です。よし、当たってるぞ。あいつの血が見える。奴の血が見えるぞ。そう、こちらもちょこまかしないといけない。お互いにちょこまか。いやー、当たるんかい、それ。だがしかし、ドーン。あ、なに、さっきなんか爆発しそうな空間があったけど、危ない。いや爆発しそうな謎の空間があったから、あれを爆発させたい。あー、やめて。そう、あとどれくらい耐えられる。野蛮人命。こちらも、うっ、うっ、おのれ。よし、今の一撃は高くつくよ。いや、でも君弾くれるんだね、たまにね。嬉しい。待て、君の喋るのはちょっと後で。あー、危ないぞ。よし、たまにこれがあるんだな。たまに触手君がプレイを始めて。でもこの壁は壊せないんだな。じきじきにね、私も。ああ、来るぞ。いや、しまった。はい、もう一回、くそ。走ったところで意味はない。ここら辺走ってますけどね、そんな走り回ってるつもりはないけど。くそ。野
やべえ、来た。野蛮人、野蛮人の頭に取ったぜ。あ、それね、それ使ってみたい。それ使ってみたいんだが、これどうなる？どうなんだ？バグ撃ったら、いや、なんかすごい溜まってんな、あれ。溜まってるけど。じゃあ、よし。軟弱。カメラとナイフしか持たない。愚かな人間よ。あら、軟弱でしたね。力が抜け、カメラも抜けられる。なんだ、こいつ結構、こんな、序盤というか中盤くらいか。ここで、さよならなんだな。だからこいつを黙らせたところで、リリーが出てくるわけでもない。まだ生きとる。さあ、何か喋ることがあるか。作りたいものがあったのに、そんなもの使わせない。昔の作品も壊したな。僕を見ろ。僕は最高傑作だろう。自分のことも作品だと思っている。記録しないと。カメラさえあれば。カメラは。あ、死んだ。カメラは。すっと死にましたね。セバスチャンもいい加減嫌な役回りですね。こんな奴らばっかり相手にして、まあ、そうでもないか。前作はまだ時間はある。あ、生きてる。息を吹き返すな。最後の写真を、最後の一枚を撮られてた。全力、お、かっこいい。できる男のムーブをしやがって。振り向き、あ、リリー、リリー、怖がらなくていい。ほら、パパだ。パパが変態を撃つとこ見ちゃった。違うわ、パパ死んだ。あ、そっちを信じてる。幻覚だと思われてるか。変態の幻覚だと。あ、消えた。リリー、そう聞かされたのは知ってる。でも嘘なんだ。リリー、頼む。俺は、あ、こっちへ来てヒゲを触ってごらん。リリー、おいで。ジョリジョリのヒゲを思い出して。隠れなくてもいい。でもこの世界のメインがリリーだから、不安とかにさせるとヤバかったりするの。時計た、あ、え、このフードマンはまさかフード。いやでも白いな。これ白いからあいつか。いやでもどっちだ。白い。あ、でも女の声だ。ママ、あ、え、これがマイラ。近寄るな。彼女は渡さない。あーらー、この白ネバの。いや、しかも白ネバの親玉マイラだったのか。マイラかわかんないけど、本物かわからんか。今度はこいつか。決着はついていなかったけど、リリー、あっちのマイラにはついていくのがリリー。ついていくというか、まあ連れ去られる感じだけど。ああ、行くな。あー、落下だ。サイコブレイクといえばそういえば落下でしたわ。今度はどこへ連れ去られる。もしあの白ネバ君が、そうか、でもマイラのね、マイラもな、どうなんだろう。マイラのデータから作られたやつな気もするけど。あ、ここはセバスチャンルームか。緊急避難してきた。誰かに助けられた感もあるけど。マイラ。マイラ、そしてリリー。カステヤノスケはもうめちゃくちゃ。私はここで待ってる。中でもう一人あなたを待ってる人がいるわ。うん。キッド。マイラかと思ったんだけど。マイラのことを知ってた。じゃああれはマイラでいいの？なんかだいぶすごいことになってたけど。ああ、壊れてる。どちら様？誰かから来ていた。クソ、ポンコツめ、こんな時に。あ、なんかろうそく増えてない。ここは私の聖域のはずなのに。チャプター9、侵食されてるぞ。一体何が起こっている。あ、そういえばフィルムも見つけてあるから、後でちょっと
まあ見るとして、今見れないんだなきっと。謎の力でここが、うん、鏡はどこだ。鏡もないし、セーブもできねえ。あ、セーブはできるんだこれは何かの祭壇のようだが、あ、人形消える。何ですか、なんか炎の魔人たちが、魔人たちが痛いです、熱いです、やめてください、当たらなかったああ、安全ルームから引きずり出された。というか、もともとはそこにはいなかったか。ここはどこだ。どこですか。謎の儀式場に召喚されてしまった。肉塊がいっぱいありますけど、あまりいい場所とは言い難い。まあどうせマップは表示されないんでしょう。はい、もうマップという概念は消え去った。開くんですね。ハンドガンにしとこう。一応、あされるとこはあさないとね。さっきの戦いで、さっきの戦い意外とな、補充されてくれたから、ショットガンの弾。ありがてえ。ガンパウダーもいっぱいある。こんなもの？まあいい、先へ進もう。リリー、そしてマイラ。でもマイラは何を思ったの？ああ、白ネバ君を仲間に。ようこそ探求者。答えを求める者よ。私が助けとなりましょう。誰だ？一体何の探求者？助けを。誰だ？ああ。血はいっぱい。クソ。こういう閉鎖の地下空間は。なんかワンのね、地下空間を思い出す。あの、なんだ、チェンソーマンじゃなくて、いろいろいた気がするからなあっちはあっちで、あっちのステムはね、あっちのステムでいろいろいたから。で、あれ、ここは行き止まり。迷路かよ、地図なし迷路。あ、やった、ショットガンだよ。じゃあこっちってこと？こっちの血に沿っていけばいい感じかな。はい。燃えた。こんな罠に引っかかる愚か者がいるんですか？敵がいたらよかったんだけどね。いそうだな。ひどいな。拷問椅子がたくさん。あ、いや、座るの？大丈夫？あ、びっくりした。拷問器具だ。うん、拷問器具。中世のものか。うん、調べて。それがわかるだけか。アイアンメイディンじゃん。おう、叫び声。ん、こん中じゃないよね、さすがに。向こうから上か。アイアンメイディン、日本では割と有名な拷問器具な気がするが、ちょっと待って、あのアイテム気になっちゃうからはい、ガンパウダーがありました。で、叫び声が聞こえてきたが、女性のね、誰かいる？ユキコ以外に女性の仲間が増えるか？でもな、仲間になりそうなのは、あの最初に見たステムの5人、ステムじゃない、メビウスのね、5人衆、まあ、1人は死んでるけど、だけな気がする。これは大丈夫？走った方がいいですか？大丈夫ですか？なんかでもセバスチャンが若干警戒している。何の音？何の音？あっと、いるじゃん。どこ？ああ、ごめんなさいね、ごめんなさい。来たこういう時じゃないと使えないからね。斧は積極的に使っていけ。ほんで、ガンパウダーがそこそこある。瓶か。ここから敵がいるよサインか、今のは。でもいっぱい落ちてない、いろいろ。いや、瓶が落ちてるということは敵がいるということです。開かない。これは壊せないのか。壊せない系。なんかうめき声がする。うめき声。これは、あ、いますね。何かを崇拝してる。あ、女神像だ。欲しいね。なんか開ける術がありそうですね。ありそうだす。
これは関係ない。どこかにあるな。これは全ての牢屋が一斉に焼く、その瞬間が、ああ焼かれている。なんたること。これか。これはでもこういうのワンにもあったな。ずっとなんか回してないと分かんないです。ん、何がいるって。ごめん喋ってた。ハンドルか。ハンドルがいる。あ、ハンドルね。ハンドルをどっから見つけなきゃいけない。あらら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  ら走る走れ走れ走れ、メロスじゃあ、メロス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 。なんだ、踏んだ瞬間に取り始めた。だんだん効率が良くなってきた。セバスチャン・カステノス、ちょっと打ちすぎか。まあいいでしょう。あとありそうなところはこちら側。赤ない。あ、でも今敵いたからこっちが怪しいということでよろしいですか。開かねえし、開かないとこだらけ。あん、ハンドルなんてどこにあった。ここから来たから、じゃあこっち側か。入ってきて右側いそうですね。なんかやばそうなのが、あーガタガタしてるだけか。開けれなくてかわいそうにね。撃っといた方がいいのかな、ああいうの。どうせね、どうせ出てくるんだから。あーダメか、こいつらは。あーすごいダッシュしてる。頑張れ頑張れ。俺に届いてみせろ。これ当たるのかな。当たんないんだよね。壁は壁の扱いなんだよな。壁なんだけど見えている。ゲーム上の仕様悲しいね。開くんかい。開かないと思いました。刺さっている。ボルトが、あ、そろそろボルトマックスか。うん、ボルト使おう。よいしょ、拾って。これはきっとこれだ。ああ、これ取っちゃう。回さなくていい。まず取っちゃった。あらー、そうなる。ロックも兼ねていた。何が置いた。はい、クランクハンドルはいいんですけど、これは一体起こしちゃいけない何かが復活しませんか。ドゥン、音が、あーほら出てるじゃん。向こう行ったわ。すべての、あーすべてが開いた。どうする、一人くらい。いやもう、こんにちは。頭だ、走れ、踏め踏め、よっしゃ。来てる、もしかして。あ、爆発物、爆発物セットしちゃった。爆発物の方がいいか。爆発物をセットしてみんな呼んでくる。あー、しまった、まずい。イエーイ。OK。 これじゃなくていまいちどうもね。作業がね、すべて開いたから、うん、とりあえず集めてりゃいいね、いろいろ。お前動くかな、やっぱり動くね。よし、ここの女神像も取ったし、だいぶ敵も片付いたと思うので、静かな静かなところでやりたい。この辺って開かないのかな。開く、開くわ。なんてことだ。でもお祈り中、ちょっと失礼しますよ。大変大変失礼いたします。大変に申し訳ないです。こんな状態になってもね、お祈りしてたのに大変申し訳ない。これはなんだ。はい、次なる段階から燃えたページ1、変化や権力、また欲求に対しても抵抗すること自体が人間の本能なのです。しかし抵抗によって生まれる利益は、魂と心にかかる負荷を考えれば決して大きなものではありません。宇宙は整いすぎています。そしてその体系も完成されています。これほどまでの完全が混沌より誕生したことを、どうして信じられましょうか。だから私は全てが大いなる計画のうちだと仮説を立てました。私やあなた、この世界の全ての人にとって、全ての出来事には理由があると語る人もいます。それを運命と呼ぶ人もいます。何にせよそれに抵抗する者たちは災いなのです。なるほどね。まあ確かにね、この宇宙が何でできたか、どうやってできたか考え始めるとキリがないですがね。でも今はそれとこれとは話が別よ。おっと、クロスボウポーチ、いいぞ。
ロスボウもね、たくさん持ちたい武器ナンバー3くらいなんで。でこっちもあったよな。こっちは人いない。向こう側から見たとき若干50結構もらえた。ここは空いてて、まあきっと閉じ込められていきたい人がいたんでしょうね。倒した中にいたというわけだ。移動として、ちょっとどうせ開けてるときに来るんだ。どうせ開けてるときに来そうだから準備はしておいて、レッツゴー、セット。さあ、あと連打か。連打でござる。おー、前作ではこういう途中にね襲わりがちな時もあったけど、今回は大丈夫。雑魚はすべてやっておいたぜ。そしてすべて開けないと気が済まないカスティアノス。おっと、ここで反応珍しく。久しぶりに工作員だけか。ショットガン欲しいけどね。今の場所はどこだっけ。あ、場所わかんねえじゃん。そう、せっかく反応が出ても、まあこれ上ってことか。上というか、こっから出た時に反応がまだ、こっち共鳴反応か、今度は。というか開くんか。開いたね。失礼します、失礼します、刑事です。あ、てか死んでんじゃんこの人。ベイビスの人だ。また生きてきるとこがいっぱいある。ちょっと待ってくれ。あれ、これそっちにじゃあ弾があるってこと。弾がありますか。頼む、なんか出てくれ。それはもらうけど、ガンパウダーもらって。両サイドいろいろいけるな。思ったよりまだいけるところがあるぞ。こっちにありそうだけどね、弾が。死んでいる、あ、この人か。なんてことだ、ろうそくで飾られている。ナイフも突き立てられている。ショットガンの弾はありがたく使わせてもらおう。この人動かないよね、だいたい。あー、動くんかい。ちょっと待ってくれ、待ってくれ。メビスタイム。うわ、もうどうせあいつ来れないでしょ。あいつしゃがむというか、脳はない。しゃがむ脳はなかった。弾が欲しいか、グリーンジュエルが欲しいか。今はグリーンジュエルかな。でこっちよ。こっちのこっちもあったから、よいしょ。またいるんか。おトイレ、ん、ああ、こんなところに共鳴反応か、これさっきの。誰か、はい、誰か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 いませんか。私がここに来ました。でもこの人は誰にも会えずにこれいなくなったか。同じ場所だわ、夢じゃなかった。迷ってる。誰か、誰かいませんか。ねえ、聞こえてるんでしょ。何でもするから、お願い、ここから出して、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 出して。何でもと言って発狂していたけど出ることもできず、化け物に変わったのか。いや、ひたすら発狂するのを見せられている。こんなの見せられ続けたら私も発狂してしまう。早く早く。ここで死ぬんだわ。まあ結果的にそのようでしたね。何か有益な情報をくれ。発狂しただけで終わるのよ。メビウスに関わったのが運の尽きだよ。ユニオンに、ユニオンがうちなんだね、この人は。ユニオンをうちだと思っている。まあユニオンねだけ見れば楽園と言えなくもない。これ出られないんかい。だが何も考えずね、楽園だけ求めていてもいい結果にはならない。うまい話にはなんとやらですよ。でこの目はどうせ向こうの人だから行かせてもらうぜ。せい、ん、また探し物は奥さん。ああ、さっきの声。降りなければ上がることもできない。降りなければ上がることもできない。深いようなそうでもないような。何なんだ一体。あ、崩れるやつですか。痛い、背中ビターンは痛すぎる。大丈夫、背骨あたりは。